始まりましたハローミキティチャンネルです。今日は黒のちょっとセーラー服っぽい感じになっておりますけれども、今日は何の話でしょうか？今日はですね、結構最近コメントでも20代女子が増えてるんですけど、ありがとうございます、20代の女子。やっぱりその方々がやっぱ子供を産みたいけど、仕事との両立どうしようとかやっぱり悩んでることも多いので、藤本さんの妊娠出産そして仕事の経験談を聞かせていただけたらなと。はい、はい、そうですね。でも私27歳で1人目妊娠して出産してるんですけど、そうね、でもまずは結婚した時って全然生活環境って基本的に変わらなくって、なんか同じ家に大人が2人一緒に住んでる。ご飯作ったり、作らなかったり、相手が作ってくれたりとか、なんかそれぞれあって、でも全然その生活としては全く変わらない。独身時代と本当に同じ家に住んでるっていうだけなんですけど、やっぱ子供ができてからはね、やっぱりこういい意味でももしかしたらその人にとってはちょっと一時嫌な意味でも、ガラッとは確かに変わりますね。出産前は本当にもともとはこの私テレビのお仕事をしてるので、朝10時まで9時までに出社っていう感じじゃないので、日によってバラバラだから、本当に朝の5時ぐらいに寝て昼過ぎの3時ぐらいに起きるみたいなこともあったりとかしてたんだけど、それはすごく規則正しい生活になります。で最初の新成人の時の寝ないっていうのはしょうがないんだけど、基本的には今はもう本当に12時とか遅くても1時ぐらいには寝て、朝6時ぐらいには起きるみたいな、本当規則正しい生活をしていて、子供が小さいうちだったりとかはやっぱり手がかかるので。子供にかける時間がやっぱりかかってしまうから、自分の時間は確かになくなるよね。だからよく子供を産む人とかにお友達でなんか産む前にやっといた方がいいことあるって聞かれたりとかすると、子供生まれてから自分が好きな映画を見に行くって、もともと映画を見るのがすごい好きだったんですけど、映画館でね行く時間がなくて、でこう行っても子供の映画を見に行くのよ。だからプリキュアとかさ、鬼滅とかそういうのも楽しいんだけど、こう自分が見たい映画を見に行くっていうことがなかなか難しくなって、子供がね幼稚園とか保育園とか行くようになって、それでやっと時間がちょこちょこできたりとかするんですけど、それをやった方がいいっていうのと、あとはその2人っきりの時間、旦那さんと2人っきりの時間っていうのはやっぱりとりあえず3年だから幼稚園とか入るまでよね、バタバタするから、旦那さんとデートしたりとか、あとはおしゃれなお店、子供が行けないようなやっぱりレストランみたいなのとかもあるから、そういうところをやっぱり満喫した方がいいよみたいなのは言いますけど、そうね、何に不安なんだろうみんな。でもね、私はやっぱり子供を産んでよかったなって思うところはたくさんあって、逆に産まない方がよかったなって思うことはなくって、そうね、だから初めて大人にしてもらったっていう感じはすごくあります。なんかそれまでってただ年が取ってって、本当に27歳で子供を産む時もなんか自分って27歳だけどなんか大人のように扱われてるけど大人なのかなってすごい考えた時に、なんかあんまり自信がないなと思って、ただただ年を取ってきたっていう感じで、別に大人として何か行動してるかっていうとそうでもなくって、そこで初めて子供を持つことで初めて母親にもしてもらって、一人の人を責任を持つっていうことでやっぱり考え方だったりとか、子供に恥ずかしくないようにっていう気持ちももちろんあるだろうし、あとは今まで大人になっても基本ベース自分で生きてたものがやっぱ社会を考えて生きるようにはなったかなと思います。不安なかったですか？仕事がどうなるだろうとか、やっぱ女性の方が変わるじゃないですか、環境が。確かにね、不安はその仕事に対してどうなるかなっていう不安もないって言ったら嘘になるけど、私の性格上あんまりこう今だけのことを考えて生きるっていうタイプではなくって、自分の人生をどうしたいかなって考えた時に、じゃあ自分は子供が欲しいってなった時に、その子供を育てる時ってやっぱりこのお仕事って、まあ、ちょっと複雑じゃないですか。こうお仕事をいただかないとお仕事ができないのでっていう意味ではすごく不安だったけど、でも私の人生で子供は欲しいんだから、その中でどうにかやっていこうっていうところと、その中で多分できることも変わってくるんですよね。子育てを経験することで人の気持ちも分かるし、その経験することで分かることもあるし、そう郁恵さんがねお仕事一緒になった時に、私がその時ね3人目妊娠してたのかな。でそれこそなんかこう普通の会話でまあ2人もいて3人目で「仕事できますかね、大変ですね」みたいな、私がふわっと郁恵さんと言ったら「女の人はね」って、こう一生懸命その自分の生活を一生懸命してればお仕事はついてくるものだから大丈夫よって言ってくれたんですよ。でも本当に今になってすごくその言葉の意味がわかるというか、主婦業もそうだし子育てもそうだし、私は私の中で自分で一生懸命やってると思ってるし、その一生懸命やってるからこそちゃんとこう生きた話ができるというか、大変なこともテレビに出てない普通のママたちと同じように体験してるので、その一生懸命さを話すことはできたりとかで、多分郁恵さんがその一生懸命生きてればっていうのも、その芸能界じゃなくても専業主婦の人とかでも、その家事をするっていうことはすごくやっぱり本当は大変なことで、その掃除をする、料理を作るとか、まあ、これから親の介護も一生懸命するとか、そのジャンルで一生懸命することによってその職業っていうのもいろいろあるじゃないですか。だから多分その生活を一生懸命やってれば何かしら仕事があるのよっていうのはそういうことなのかなって思いますね。そのなんかお友達もなんかお母さんかなんかの介護をすごくしてて、その方は芸能界だったのかな、なんだけど介護をして一回この世界を離れたんだけど、お母さんもまあ亡くなったのかな、まあ、とりあえず介護が終わって、じゃあ今からどうしよう、急にお仕事しようって言ってもどうしようって言った時に、やっぱり介護を一生懸命やってきたから、その介護のことも分かるし、介護で悩んでる気持ちも分かるし。っていうので、そういうお仕事に就いたりとかっていうので、だから何かとね、結局一生懸命生きるっていうのが大事なんだと思う。そのさ、思うの私、そのこうなればいいなとかみんな思うんだけど、それ私も誰でもこうなりたいな、こうなったとしてもこうなったなりにまたこうなりたいなっていうのが延々と続くのよ。でもそれってそれはまあ向上心としていいと思うんだけど、こうなりたいなっていうよりもなんかこう一生懸命やってるからこそそうなれるみたいなところとかあるので、一生懸命が大事なのよ、みんな納得できたかな、20代そうね、だから私いつもこの「ミキティチャンネル」でも結構言ってるけど、その子供に手がかかるのは一生手がかかるわけじゃないじゃない？その限られた時間だからこそ、まあ、一生懸命やりたいし、なんか私はなりたい自分が最後もう極論死ぬ時にどんな自分でいたいんだろうみたいなさ、ほら一人でもいいと思うのよ。別に結婚しなくてもそれはそれの幸せがあると思うし、それこそ結婚しても子供を産まないっていう選択肢もあるだろうし、それはそれでその人たちの楽しみがあると思う。確かに私も子供がいなかったらいなかったで違う楽しみもあるだろうなって思うし、だからそうね、だから自分がいつかどんな形で死ぬか、死ぬ時にどういう自分だって、どういう経験をしたかったなって後悔するんだったらやっちゃおうっていうタイプ。あと自分の、私の中では後悔するなら自分で選んで後悔したいっていうのがあるので、そうね、なんか人にさ、なんかこうだから産んだ方がいいよとか、こうだから産まない方がいいよとか、まあ、こうだからやめた方がいいよっていうアドバイスはもらうのは分かるんだけど、最終的に決めるのは自分でありたいなっていうのはあるので。じゃあなんか最後にこう自分の人生に悩んでる20代女子にかける一言があるとすれば。そうね、だからこのね20代女子がコメントくれたっていうことで、まあ、こういう動画を撮影させていただいてますけど、まあ、だから本当に今後の人生悩むんだったら、なんだろうな、その子供に関してじゃなくても出して悩む時間は少ない方、短い方がいいと思ってるので。もうなんか悩んだらやってみたらいいのにってすごく思う。なんか人生ほら何歳でもやり直しはできるみたいな、よく昔から言うじゃないですか。でも本当にそうだなと思ってて、なんか失敗したらそんなにゲームの世界みたいにさ、失敗したらベーンって死ぬわけじゃないじゃない。だからこう失敗することだっていっぱいあるし、失敗することで学べることもたくさんあるだろうから、まあよく言えばいっぱい失敗して学んで、なんかこう自分の形を見つけてほしいなと思います。だからこう悩んだらとりあえず一歩踏み出してみる。でも踏み出したって戻るのも自分だから踏み出してみたらいいんじゃないかなと思います。まあね、子供のことはね一歩踏み出して戻るってことはなかなか難しいけど、そうね、産むって決めたんなら一生懸命育てるっていうのはありますよね。20代女子が泣いてると思います。泣かねえよ。そうね、20代女子ね、悩むよね。でもさ、私すごい思うんですけど、なんか20代の人とかって、まあ、初めてでもないか、就職してさ、その別にずっと同じ会社にいなきゃいけないわけじゃないじゃない？って考えたらさ、別に自由じゃない？なんかそこの会社に縛られる必要もないし。うん、それは経験を一つ積んだと思って、別に次の会社に行きたければ行けばいいと思うから、なんだろうな、なんかそこの会社に勤めたら一生そこで働こうみたいな気持ちが結構あったりするじゃないですか。それ自体がなんかもう違うんじゃないのかなって、うん、本気出せば何にでもなれるっていう気持ちで頑張ってほしいです。お母さんは頑張ってほしいと思ってます。はい、ということで20代女子大丈夫でしょうか。まだ他に違うよ、こんなこと聞きたかったんだよということがあればね、是非20代じゃなくてもコメントをお待ちしておりますので、この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハロミキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。